うわ、いい音。来たよ、来たよ。入れ。え？うわー、惜しい。惜しくない？おー、皆さんおはようございます。時松流行です。現チャンネルの時間がやってまいりました。今日のゴルフ場は千葉県の平川カントリークラブ様で撮影させていただいております。ありがとうございます。今日も女子プロの方をゲストにお呼びして9ホールストロークプレー対決をやってみたいと思います。では今日のゲストを早速お呼びしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。メジャーチャンピオンの勝みなみプロに今日は来てもらって9ホールストロークプレー対決をしたいと思いますけども、何か意気込みがあるならカメラに向かってお願いします。とりあえずボールが当たってほしいクラブにちょっとねトレーニング期間中なので、はい、今日は対決ということでよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、この動画もぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。引き続きチャンネル登録、いいね、コメントたくさんお待ちしておりますので引き続きよろしくお願いいたします。ということで行ってみたいと思います。行、はい、きましょう。はい、せーの、イエーイまあ上々やね上々やね、うん、今日僕が、はい、黒 T、 勝プロは どうします。どっちでも、青でも白でも。じゃあ僕が打つ間に考えてもらって、はい、考えておきます、はい、で僕打ってきますから、はい、今日はね、アウトコースプレーします。え、こっからの方が狙いやすいですね1番ホールが430ヤードのパー4で、じゃあよろしくお願いします。お願いします。カット。違う本当にカットやね。カット。あ、キー、どこ行きました。やっちゃったよ、またチャンスかもしれない。これ出すだけだろ、2打目。え、でも時松さんがそこでフェアウェイウッドということは、私もそこフェアウェイウッドがいいんじゃないか。全然ゴルフがわからない。分かってきたの。あ、でも意外と、あ、ダメか。3番ウッドで。3番ウッドでいきますよ。はい、3番ウッドでいきます。よろしくお願いします。お願いします。勝プロ405ヤード。はい、とりあえず当たってほしい。はあ、これはいいかも。完璧やね。よし、朝からでちょっとカートの後部座席に。はい、じゃあまず勝プロ、はい、自己紹介をお願いします。はい、勝みなみです。1998年7月1日生まれです。何型、何座。カニ座、 AB 型。 AB 型、一緒ですね。はい、はい、終わるの早いね。です。え、です。好きな食べ物は。あ、いいですね。そういうのお願いします。おつまみ全般です。お酒は。お酒大好きです。めっちゃ強いらしいです、ね、いやいや、全然そんなことないです。何が好きなんですか。最近はワインが好きで。やばいな。結構ワイン飲んでも。赤大好きで。白もでもたまに飲みます。試合中とかも飲みます。試合中はあんま飲みたくならなくて、でもまあ飲んだりはします。二日酔いになったことはあります。もうめちゃくちゃあります。マジ。はい、二日酔いでブラウマ出たりとかもしました、去年野球見に行ってて、それなんか負けちゃったんで、うん、自分の応援生チームが、うん、それでやけ酒しました私男子プロと回る機会全然ないので、はい、すごいなんか楽しいです。170ヤード7番ちょっと待てばいいのにいきなりドローボールいるよ。お、いい感じにドローして。おー、ナイスです。いい感じじゃない。ディレクターリプレイすごい。だってつま先下がりからドロー打つの結構難しいから、すごいと思います。リプレイですね。じゃあ私はちょっとラフだったんですけど、146ヤードフォローですよね。ラフなんで、でも冬だし飛ばないから8番アイアンでいきます。左行っちゃった。でもまあ、そう。はい、ありがとうございます。
乗りました。はい、乗りました。ナイスです、ありがとうございます。146、8番って、はい、ほぼ男子プロやねほぼほぼですからね、勝つプロ、はい、なんて呼び合うかは僕はかっちゃんでいいですか。はい、私なんて呼ぶですか。私いつも時松さんって呼んでる気がするんですけど、そういい感じですか。何がいいかな。源さん、源さん、源さんにします。裸足の源とかね、大工の源さんとかある。じゃあ源さんで、源さんでいきます、はい、源さん、かっちゃんでいく。ここのゴルフ場結構来るんですか。ここ結構ね、撮影させていただいてて、最近。あ、そうなんですね。5回ぐらいは来させてもらってます、結構もう常連ですね。常連です、はい、ありがとうございますって方ありがとうございます、ありがとうございます。マジで乗ってね乗ってね、リプレイ入れちゃった。ウェッジ2本ください。バンカーですかね。あ、あっこあるわ。 あります。でもめちゃすごくないですか。だって今のうまかった。つま先下がりからドロー打ったでしょ。ドロー打った、すごいです、マジで。あざすさっき言ってたんですよね、すごいって。あざすすいません、ありがとうございます。15ヤードのアプローチです。うわ、これ何フィートだろう今日。多分 9.5 ぐらいあると思います。微妙やね、はい、それ。9.5 から10ぐらい。意外と早かったです。意外と早い。51度。ストップ。お、早。ストップ。本当や。くぅ。早かった。ちょっと早かったですね。どうまい。今日は何としても勝利を手に取らないとな。メジャーチャンピオンだようわー、58度やった。これは10ヤードのちょっとスライスです。で、多分下りだと思うので、さっきの時松さんの見て結構早かったので、タッチを合わせていきたいと思います。入れたいな。でも最初に勢いづけたい。来てる。あ、やっぱりうまいわ。うわー、惜しい。やっぱ一流はちゃうこれお先に行ってもいいんですか。どうぞ。じゃあお先です。パッ、ありがとうございます。3メートル、スライスです。上り、届け。あ、これ重たい。惜しい。ボギーボギー、パーです。パーで2ホール目いきます。はい、ちょっと待ってよフィーリングがゼロいけんいけん、よしよし、いけん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 。これかっちゃんどうします。え、あそこから行く、白から行く。これいや、こっから行きますよ。青って決めたんで。かっちゃんと同じ T でしたここあ、私からですか。まっすぐ行ってくれることを願って。320ヤードパー4で、はい、まっすぐ行ってくれ。はあ、パワフル。ナイスショー。ありがとうございます。おし、まっすぐ行った、よしよし、パワーって感じだねパワーやってくれるそう、ノリがいいから。僕スリーウッド、はい、Tマークがね、同じでした。カッ カッ カッバンカー。なんか聞きたいことありますか。いや、いっぱいあるよ。あります、いっぱいある。休みの時は何してるんですか。じゃあ質問、はい、質問コーナーね。質問コーナーね。てってってってでん休みの日は何をしてるんですか、はいはい、休みの日は買い物とか。結構アウトドア系ですね。はい、アウトドアです。ゆっくりネットフリックス家で見たりとか。最近流行りは。最近なんかアニメにハマって。ワンピース。いや、スラムダンク。いや、結構花より団子。いや、マイナーな感じの、ちょっとしょうもないって言ったらあれなんですけど、ふっていう笑いが出るやつわかります。なんか、わかります。こう、私が結構よく見てたのはサイキックソーの災難っていう。それ知らん。どんな話。あ、そうです、そうです。銀魂もめっちゃ好きだし、ワンパンマンとかわかります。わかります。とかめっちゃ好きで。はい、僕のちょっと左に行ったんですけど、見つかりました。時松さんはこのちょっとラフで、はい、
かっちゃんから行く。私から行けます。じゃあ私から行けます。いいですか。はい、64ヤードでした。でグリーンも柔らかそうなのでデッドめに行きたいと思います。なんか新しく出たウェッジを今日コースで初めて打ちたいと思います。ナイス、ありがとうございます。そうですね、今のはコントロールして打ちました。結構薄めに取れたのでスピンがよくかかりました。64ヤード58度。あ、一緒の距離だ。一緒の距離でした。64。はい。で、スリーウッドとドライバーが一緒ぐらいってことか。はい。すげえな。これもいい感じ。わあ、ナイスオン。うまい。ありがとうございます。近い。時松さんのめちゃめちゃ近いです。ありがとうございます。あ、いちごなんですね。いちごできます。私はこれもらったでしょ。あ、もらわなかった。だるまが好きで。それもあったっけ？なんかオープン競技？日本オープンとか女子オープンの時に配ってたやつらしくて、なんかいちごよりこっちの方が自分らしいかなと思って。だるまらしく。はい、すごい。時松さんのもう目つぶっても入りそう。ナイスオンです。いい勝負になってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。真剣に読もう。5メートルチョイスラ。はい。ボール吹かなくていいですか？あ、大丈夫です。チョイスライスが強い。はい、さきです。バッ、ありがとうございます。1メートルバーディーパット。ナイス、ナイスバーディー。ありがとうございます。じゃあバーディーパー、パーで3ホール目いきます。はい、イーブンイーブンですね。はい。ゴルフ久しぶり？5日ぶりです。おお。なんかいろいろ仕事とかやっぱ入ってたり、うん、なかなかやっぱオフも忙しいですか。はい、忙しいですね。合宿とかは予定ないですか？行きたかったんですけど、今年アメリカ行くんで、うん、ビザの面接がいつ入るか分かんなくて。あ、今面接とかあるの？あります。プロゴルファーですみたいに言っとけばいいかなみたいな。アイアムプロゴルファーって、ね、そう、プロゴルファー、はい、そうですね、全て、はい、困ったらパワーでパワーって言っとけばなんとかになります。うん、やる気があるんだなって。3番ホールが157ヤードのパー3、アゲンストだと思うんで7番アイアンでいきます。カッうわ、惜しい。あら、そのパワーみたいに言うのやめてもらっていいですか？カラーってどうしようかな。私も150ヤードで7番アイアンでいきます。ちょっと上げてますし。うわ、いい音来たよ、来たよ。入れ。え、うわ、惜しい。惜しくない？おお。ちょっとエンジンかけるのが早いって。あ、ありがとうございます。そんな中、ね、目つきの入れ方あるんですね。うん、ナイスです。ありがとうございます。7番。7番やんで。よし、いい感じ。今ツアー何勝ですか？今、アマちゃんのも入れて8勝です。8。一番記憶残ってる8ってどれですか？はい、一番最初やっぱ熊本？あー、でもあんま覚えてなくて、熊本も。8年ぐらいもう経つので、結構忘れちゃってますね。でもまあ、ない。ないかも、あんまり。もうやっぱそれだけやっぱり集中してるってことですね。そうですね。全部嬉しいので、でもまあメジャーはやっぱ特別かな。と思います。史上3人目の連覇です。合ってる？はい。戸張さんからは3連覇したら褒めてやるよって言われました。戸張さんはすごいゴルフ界の、はい、え、もしかしたら舐めたかもしれないですね。いや、舐めてるよ多分。え、これお先に行っちゃってもいいんですか？どうぞ。お先です。ナイスバーディー。やばやば。ちょっとボスこれ見て、逆目これパターかもね。これパターかもしれん。
え、でもこういう時の打ち方見たいかもしれない。リクエストが入ったから、はい、58度でいきます、はい、どういう風に打つんですか。ちょっと右に置いて、はい、フェース若干開いて上から優しく。うまい、ナイスです。うまい、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。で、また俺一人だけパーパット。ナイスです、はい、ナイスパー。巡航こちらです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ということで3ホール終了しまして、3ホール目がかっちゃんバーディー、僕パーで、トータルがイーブンパーと1アンダーということで、はい、この3ホールは終了したいと思いますけども、はい、いかがですか。すごい楽しいです。さっきのアプローチとかもいろいろ勉強になったので、ありがとうございました。次回は4番、5番、6番の3ホールをまたぜひご覧いただければ嬉しいです。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。引き続きチャンネル登録、いいね、コメントをたくさんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、この辺で失礼いたします。せーの。バイバイ。今のティーショットはリプレイ、リプレイで。ルミちゃんね。音がやっぱ違うもん。 ありがとうございます。もう芯に当たってるから、なんかこう音がもうないっすよね。素振りみたいな。